デンバードリームとロサンゼルステンプテーションの試合エクストリームフットボールリーグ、旧称レジェンズフットボールリーグはアメリカ合衆国で行われている女性によるインドアメリカンフットボールのリーグ。7人制のアメリカンフットボールでユニフォームがブラジャーとパンティーのランジェリー風である。2012年現在アメリカ合衆国など45カ国以上で放送されている。 2012年8月に LFL カナダも開始し、2013年12月には LFL オーストラリア、2014年にヨーロッパに拡張予定、さらに2014年には4地域の優勝チームが世界一を競う LFL ワールドボールの開始を予定している。LFL ワールドボールの第一回大会はブラジルサンパウロで2014年7月19日に、 予定されている。2012年までは、ランジェリーフットボールリーグという名称だったが、2013年シーズンより、レジェンズフットボールリーグに改称された。略称は共に、LFL。2020年シーズンより、リーグ名を、エクストリームフットボールリーグに、通称を、X リーグと改称なお、日本の社会人アメリカンフットボールリーグも、 X リーグの名を冠して運営されているが、両リーグは独立した別組織であり、関係性はない。2004年の第38回スーパーボウルのハーフタイムショーの時間にぶつけるように合わせ、初めてランジェリーボールが開催され全米の数百万人にペーパービューで視聴された。2005年にはデニス・ロッドマンがリーグのコミッショナーに就任した。 リーグ最初のシーズンは2009年9月4日に開幕した。リーグのオフィスはカリフォルニア州ウエストハリウッドにある。テレビ放送はマイネットワーク TV によって行われている。日本では2011年よりワウワウが放映権を取得して放送された。2012年6月15日、ゲーム会社のユークスがリーグよりライセンス許諾を受けて、 ゲーム家権を取得したことを発表した。2013年に、ランジェリーフットボールリーグから、レジェンズフットボールリーグへと解消され、リーグ10周年を迎えた2019年を最後に、解散。翌2020年より、エクストリームフットボールリーグとして、再出発することになった装具をつけた、選手インドアフットボールと同様の、フルコンタクト方式で対戦する。 選手は、ヘルメット、ショルダーパッド、エルボーパッド、ニーパッド、ガーター、スポーツブラ、パンティーを身につける。試合は4クォーター制。攻撃側は4回の攻撃で、ファーストダウンの獲得を目指す。フィールドゴールはなく、第4ダウンでも、基本的には、攻撃を続けるが、自陣10ヤード以内の場合はバントが可能。タッチダウンを決めた後は、 エクストラポイントとして、1ポイントコンバージョンで1ヤード地点からの攻撃か、2ポイントコンバージョンで3ヤードからの攻撃を行うことができる。アリーナフットボールや他のリーグで見られる8人制とは、異なり両チームからは7人ずつの選手が出場し、コンチネンタルインドアフットボールリーグと同じ50ヤードのフィールドで対戦する。 各チームは20人の選手を登録することができるが1試合に出場できるのは14人までである。そのため通常3、4人の選手がオフェンス、ディフェンスの両方でプレーする。シアトルミストのオフェンスライン一般的な攻撃側のフォーメーションは QB1 人、RB2 人、センター1人、WR3 人である。一方一般的な守備側のフォーメーションは ディフェンスライン二人、ラインバッカー二人、コーナーバック二人、セーフティー一人である。フィールドは、エンドゾーンから、エンドゾーンが50ヤード、幅が30ヤード、エンドゾーンの深さは8ヤードであり、他のインドアリーグとおおむね同じである。各クォーターは、それぞれ10分間で、ハーフタイムが12分の長さである。同点で終了した場合は8分間の、 サドンデスルールの延長が行われる。所属選手の大部分は大学、または、セミプロレベルでのスポーツ経験のある選手で、陸上競技、テニス、バレーボール、ソフトボール、サッカー、バスケットボール、ボディビルディングの経験があり、セミプロレベルで、フットボール経験のある選手もいる。中1カメージは、フロリダ州タンパを本拠とするタンパブリーズで、 2011年より本拠地を移動。サンディエゴセダクションのハドル10チームがシーズン争いをすることが発表された。リーグ戦は2009年9月4日から2010年1月29日までの毎週金曜日に同じカンファレンスのチーム同士がホームアウェイで2試合ずつ合計4試合戦う。各カンファレンスの上位2チームは2月4日にマイアミで行われる。 プレイオフに出場しその勝者が2月6日に行われる第7回ランジェリーボールに出場した。ロサンゼルステンプテーションがシカゴブリスを27から14で破り優勝した。2010から2011シーズンは新たにオーランドファンタジー、ボルチモアチャームが加わることとなり、未勝利に終わったニューヨークマジェスティ、デンバードリームが外れることとなった。 2010年6月10日、メキシコのモントレーで、オールスターゲームが行われイースタンカンファレンスが、ウェスタンカンファレンスを36から14で破った。2011年のランジェリーボールは、ラスベガスで第45回スーパーボールのハーフタイムの、時間にぶつけて行われた。AB、ユークスが、ランジェリーフットボールリーグのゲーム家権を取得。ファミツー。 2012年7月1日閲覧。AB、すごいものが上陸しそう。ユークス、米国発の激しく、セクシーな人気スポーツ、ランジェリーフットボールリーグのゲーム加減を獲得。4GMAER.net。2012年7月1日閲覧。LFL、アナウンスプランズ2プルミエールリーグ水にヨーロッパ。 カナダオーストラリアロングサイド、US リーグハット、ブレイキング、レジェンズフットボールリーグシャッツ、ダウンアフター10イヤーズオブサービス。トータルプロスポーツ、2019年12月31日、閲覧。X リーグ、エクストリームフットボールリーグ。2019年12月31日、閲覧。ABMOK、OK、アメフト、X リーグがアメリカにも誕生。 ヤフーニュース、ヤフージャパン、2 0 2 1年2月9日閲覧。ランジェリーボール2012エアデューリングスーパーボールハーフタイムショー。ナウパブリック2010年8月8日閲覧。ランジェリーボール3コミッショナーデニスロッドマンアナウンスセレブリティスタディッドラインアップイッシューズエイチャレンジ2 NFL コミッショナーポールタグリアブ findarticles.com2012 年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年8月8日閲覧下着女性のランジェリーフットボールリーグが開幕ロイター2010年5月21日閲覧下着姿のランジェリーフットボールリーグ米国で開幕 AFP2010 年2月8日閲覧 https://lflus.com/lfl-101 ランジェリーフットボールカミングツーシャーロットイン2010ニュース14キャロライナ2009年5月5日閲覧 h t t p w w 2 2 b o c o m コンテント2008エープリル24 241734 ランジェリーフットボールリーグハズトライアウトタン価タ。チーム、ハムナック、AL、ワイピングザット LFL、スマークオフスマグ。ファース。 ザノースウェストインディアナタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ nwitimes.com スラッシュスポーツスラッシュ COLUMNISTS スラッシュ NL-HAMNIK スラッシュアーティクルフォルティシモ 4F8286 から、6EF4 から 5977BTF、9から2915ビット 37C59。 F6HTML2010 年8月8日月欄。ペルラス、エディ、シカゴブリスフォールインランジェリーボール。NBC、シカゴ、h t t p w w w n u k i k o c o m ニュース、スポーツ、シカゴブリスフォールインランジェリーボール。 フットボールロース・アンヘレス・テンプテーション -83829572HTML2010 年8月8日閲覧。マネー現代編集部。下着に防具で勝ち競技。ランジェリーフットボールを全米が絶望するわけ。コロナで中止は絶対に避けたい。マネー現代。談社二千二十一年一月十六日閲覧。鈴木と 浜口、絶対に勝つ、全米制覇へ行き込む、日本人二人二十八日、女子スーパーボール。ラフ新報社。2021年2月4日閲覧。リーグ初の日本人選手誕生、女子プロアメフトの浜口冬樹ラフ新報、ラフ新報、ラフ新報社。2021年1月18日閲覧。戦いの場求めた新天地で、デビュー。 二刀流で挑む浜口冬樹輝き始めた、弁護士フットボーラー。ラフ新法、ラフ新法、ラフ新法者。2021年1月16日閲覧。ミオケー。日本人初のランジェリーフットボール選手が誕生。ヤフーニュース。ヤフージャパン。2021年1月17日閲覧。浜口冬樹ついに正式契約。 日本人初レジェンズフットボールリーグとの契約選手。ボリューム2ベティ冬行 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ ?v コール z1f6 ズルタージー2021年1月19日閲覧内田明。痛みと夢に導かれ、日本人初のランジェリーフットボールプレイヤー。 浜口冬木の数奇な人生。ヤフーニュース。ヤフージャパン。2021年1月18日閲覧。ありがとうございます。